ジェリコ・カラッツは、オーストラリア・シドニー出身の、元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはゴールキーパー。名前からわかると、り旧ユーゴスラビア系移民の血を引く。シドニー・ユナイテッド 58FC で経験を積んだ後、プレミアリーグに挑戦するも1試合の出場に、とどまった。再び、シドニー・ユナイテッドに復帰したが、 オランダのローダ JC から声がかかり移籍すると、ここで活躍の場を得た。2002年には、イタリアの AC ペルージャへ移籍するモチームのセリエ B 広角によりジーダの控えを探していた AC ミランへ加入した。ミランに移籍して、数年間は不安定なセービングや致命的なミスが多く、出場するたびにメディアやサポーターからの批判が絶えなかったが、2008年に、 ハイルとジーダの負傷とマルコスとラーリの遺跡によって、出場機会を得ると水を得た魚のように飛び回り、ミランのゴールマウスを死守した。しかし、2008から09シーズンのプレシーズンマッチに、おいて、ボールを空振りするなど再び以前のような不安定な、プレーを連発したことにより、レンタルから復帰したクリスティアン・アッビアーティに、政治家の座を明け渡した。2009年8月11日、 ミランとの契約を双方の同意のもとに解除。9月1日、ギリシャのエオーネアカバラに加入した。リーグ戦9試合に出場し、2010年に現役引退を表明した。オーストラリア代表には1992年からなお、連ねていたが、そのほとんどがマーク・ボスニッチとマーク・シュワルツァーの控えであった。2006年、ドイツ W 杯の代表に選出。 自身初の W 杯となったが、やはりシュワルツァーの控えだった。しかし、1勝1敗で迎えた、グループリーグ第3戦のクロアチア戦に、シュワルツァーに代わって出場した。試合は2から2の引き分けに終わったが、初戦で勝利した日本がすでに、決勝トーナメント進出を決めていたブラジルに1-4で大敗したため、日本とクロアチアのグループリーグ敗退と同時に、 決勝トーナメント進出が決まった。しかし、決勝トーナメント1回戦のイタリア戦では再び、シュワルツァーが起用され、結局終了間際に、フランチェスコトッティに PK を決められ、0から1で敗退した。10月4日、代表引退を表明した。2011年8月10日、シドニー FC の GK コーチに就任することが発表された。2015年5月22日、 ウェスタンシドニーワンダラーズ FC にて、同じく GK コーチを務めることとなった。サッカー界では、ヤンコレル、ニコラージギッチ等と並ぶ202センチメートルの高身長である。ただし彼らは FW であり、GK で身長2メートルを超えるというのは、極めて稀であった。ありがとうございます。